とりあえず九州のピッチャーを探してもらいましょうかということで、ドラフト九州のみ縛りやっていきます。秘宝オープン戦、日村が一人で投げ切ってる。悲しいね。これは高卒がいきなりすごい疲労が溜まってるんですが、まあ開幕2試合だけやって、一応ピッチャーは先発2人で打者はこんな感じで並べたので、2試合だけね彼らに投げてもらいましょう。そしてその後はもうどっちか勝てれば、勝てないか、そう簡単には勝てません。ならちょっと休憩しながらね、彼らにもやっぱ投げてもらおうかなと。でもあんまりね、投げさせてもね、悪いところがつくんだったら投げさせなくてもいいのかなと思うんで、まあそこは調整しながら今年1年間やっていって、オフシーズンにピッチャーを取りましょうか。だー、日本シリーズ第8戦までいってる。なぜかというと分かりません。そしてどっちが勝ったのかも分かりません。じゃあ見ていこうかな。うちの選手0勝143、はい、今年も1勝もできなかった。ちょっと辛いね。できたら1勝はしたかったんですが、1割6分5厘、勝利 OPS は402。ここで1勝できないか。寺村、日原7点台、4点台、高杉いいね、 2.89、 すごいいい選手。高杉は期待していこうかな。岩立も悪くない。寺村も悪くないのか、成長期。でも今成長期ってことは早熟臭くない？で、期待のジョージは2割1分6厘。あー、騙されました、能力が。まあ悪くはないんだが、思ったのと違うと。あとは、まあでも彼らはこんなもんでしょ。0割8分0厘、携帯電話。ただ、長打を、ホームラン打ってるからまだマシなのか。0割8分6厘、OPS 207。ほぼピッチャーです。ピッチャーぐらい打てない野手、小林よりも打てないと。しかも外野手じゃなかった。中川ファーストでベストライン取ってる。あ、ゴールデングラブショートで、あ、新人王城島だ。まあ、2桁打ったっていうのがあるのかな。バウアーが MVP だって。1.39260 打数、うわ、ぐいいね。まあうちのおかげかな。うちの打線が弱すぎてみんなが良くなってんだろうね、野手投手ともに。さあどうしていきましょうか。誰に金を使って誰に金を使わないのか。いいスカウト、ここで宮西スカウトにする。中地でも結局中地打撃コーチにしたいからな。ただ中地を打撃コーチにするほど今金がないんで、とりあえずスカウトでキープしとけば後でコーチにできたりするのかな。まだ BB いないから、中地コーチ、中地にちょっとスカウトやってもらおう。まさか中島もスカウトやるとは思わなかったね。ジョージぐらいか、確保するとしたら。でももうしょうがないよな。これはもう出ていく前提でお金使わない方がいいかもしんない。どうせお金なくなるし。この辺の初期の選手はもう出ていく、しょうがない。出ていくのはしょうがないと。選手いっぱい獲得しないといけないから、お金が非常に必要なんです。初年度の選手は諦めて、全員流出でもいい。それぐらいのスタンスでいかないと厳しい。キャッチャーいないからな、ショートもいないと。外野はもうクビにできるんじゃないの。いや、全員クビにできる。あ、いけるね。あとは、セカンド、キャッチャー、ショートか。俺、サードもいなくない？サードもいないよね。この辺を獲得していかないといけないと。さあ、果たして、この判断が吉と出るか、凶と出るか。一人ぐらい金を払ってもいいんじゃないかと言いますが、でも、払いたい選手がいないよな。やっぱりズバ抜けた城島もいいけども、って感じかな。できたらピッチャーでズバ抜けた選手が一人欲しい。さあ上の方にはいませんと。今年ピッチャーばっか探してもらったんですがね、スカウトには全く聞いてなかったのかな、大分。いやースカウト、これが原因でクビになったのか彼は。ピッチャー全然いなくない？一人
2人3人4人5人6あいいね。逆にでもこの辺見つけてくるのは賢いかもしれない、数取れるからね。そういう作戦か、それなら賢い。その作戦なのであれば賢いよ。で上位候補、あー来たね、天聖の出身選手取らせてくれ。ちょうどセカンドいないんだ。ちょっとこれはもらってもいいんじゃないの、ワンチャン競合なしもありえる。さあ本田単独で、よっしゃー、目玉選手ですね、これがうちの目玉選手。さあピッチャー行こうか。じゃあ一人いたよな上の方に、木口。さあこっからはピッチャー中心でいいのかな。野手はちょうどサードもいないのか。崎山いい選手ですね。あとはじゃあピッチャー下の方のピッチャーがいるんで、この辺のピッチャー取るか。この辺のピッチャーを見つけてきたのは非常に偉い。取り放題と。クビにするにはもったいない逸材だったかもしれない彼は。順番に取っていきます。佐賀、宮崎、全部取ったかな。さああと野手が残っていれば、うーん秋の悪くない。でも外野か、まあいっか。だからスカウトが B だからね、まだ。まあでもドラ1本田取れたのとピッチャーをいっぱい取れたのは良かった。数いるんでね。ただ先発できるやつが少なかったな、そういえば。みんな中継ぎ、4位から9位まで。本田いいね、本田セカンドショートで、木口かね、中継ぎでも使える。で、ショートでも使える崎山。で、大場、福岡、大分、佐賀、熊本、福岡、徳能がいい、田原、熊本、宮崎、佐賀、宮崎、佐賀と。先発足りないな、ピッチャーが圧倒的に。中継ぎばっかり、中継ぎが中継ぎが多すぎるんだけど。どうするか、先発転向させるか、まあ、適正ないけど先発やらすしかないか、人いないし。スタミナありそうなやつが、スタミナいいあるやつが先発やらすか。これで先発6枚になった。菊池雄星帰ってきました。15勝してるメジャーで。あ、塩見、塩見結構メジャー行きがちだよな。リアルの塩見もメジャー志向ってあるのかな。なんか田口がメジャー行きたいみたいな話をしてたけども、松井裕樹とかメジャー行ってほしいんだけどね。巨人がすごい補強してますね。山川取って松井裕樹取って、で今年はコリアに行けると。本田と、まあ、1人作るかって感じだよね。それなら高すぎか。あーでも正直微妙。城島か、まあ、城島を鍛えてメジャーまで連れていくか。
ワンチャンメジャー行ってくれることを期待して城島行くわ。金は払わん。育てるけど売るつもりです。でも金は、でも育成はすると。フォーク、みんなフォーク覚えて。カーブ、でも現代はね、やっぱ振られぼになってるんでカーブが重要と。コントロール、シンカー、フォーク、コントロール、カーブ。キャッチャーいないのがね辛いね。崎山は一応ショートもできるようにしてもらって、シラレもショートできるようにしてもらって、ホンダメジャー行った、メジャーじゃない、ホンダはあれか、育成というかあれを言ってるんでいませんと。徳丸はまだ成長期じゃないのかな。それならありがたいんですが、万世の可能性ありと。まだまだ伸びないということは。さあオープン戦先発何枚でいきますか。オープン戦なんで先発2人でいいんだよね正直。中継ぎ陣は豊富ですよ。先発だね。お、一勝してる。マシンガン系統できるから、うちはちょっと疲れたらすぐ帰るから。あれメジャーだけだ、日本ってワンポイント禁止されてるんだっけ。日本はまだワンポイントあるんだっけ。メジャーはワンポイント禁止でしたが、さあどうしましょうかこれ。先発陣4枚ぐらいは欲しいよな。47、先発4枚ぐらいは欲しいんでいきますと。あとはピッチャーのお任せ、あ、先発とか選べないのか。スタミナガールにすればおそらく先発ピッチャーが来てくれると思ってやっていきましょう。バイバイ。